吉祥草寺は奈良県五世市茅原にある元山修験宗の寺院。三号は茅原山、陰号は金剛寺院。別称は縁の行者ご誕生所。世界で初めて萌えキャラクターを信仰対象として祀る試みが行われている。茅原は修験道の快祖である縁の行者新辺大菩薩の出生地とされ、当時は縁の行者により回帰。会期 除名天皇により創建されたと伝わる。平安時代に、李元大使により再建された。東西4キロ、南北5キロに及ぶ境内に49寺院を整え、流星を極めたとされるが、上は5年の陛下でガランを消失するなど、南北朝時代の陛下で、ことごとく消失し衰退した。現在の本堂は、大英年間頃の再建である。また、外人のご摩擦に、 関文五年の牧書があることからこの頃に改築されたとされる。毎年一月十四日には、詐欺長法要が、十一月第二日曜日には百人の山伏が町を練り歩く、御所町下月祭りが行われ、多くの人で賑わう。二千十七年一月十七日、猿のおずぬなと、薬津井なという二人の萌えキャラクターを、猿のおずぬの子孫として公認し、本堂に、 それぞれの特大アクリルフィギュアと、オズヌナの等身大パネル及び、ツイナの上りが設置された。さらに、同年10月24日には、縁のオズヌナ、11月12日の斉藤大駒まともには、役ツイナの特大アクリルフィギュアを仏像とし、元山主元周宗本山の正午院門関から、山伏を招いて、実婚の儀が行われ、 不動明王の下で修行する菩薩という扱いになり、公式の信仰対象として祀られることになった。そのため、本尊の五代タケルや縁の行者と並び、オズヌナと鬼洗いの御朱印の授与も行われている。2018年10月21日には、オズヌナと鬼洗いの入婚一周年を記念する、オズヌナ祭が行われた。同年十一月十一日には、御所詩の祭りである、 御所町下月祭りにおいて、住職の次女が、小津ヌに噴死100人の山伏を率いて練り歩いた。本堂ボイスドラマ、鬼っ子ハンターツイナちゃんの第27話に、吉祥草寺が登場している。ツイナちゃんの吉祥草寺での修行の様子を描いた内容で、吉祥草寺の住職が本人役で登場している。奈良県吉祥草寺公式キャラクター、縁のオズヌ PR アニメとして、不動明王召集が制作されている。同アニメは2019年5月25日に、東京駅の東京式アイパフォーマンスゾーンで開催された、聖地会議が主催するイベント、第2回アニメ聖地巡礼、本即売会で初上映された。YouTube などでも公開されている。アニメーション制作はかけら。おずぬは、月見里うさこついなちゃんは、 門脇舞が演じた。ありがとうございます。